映画が DC が知らなくてもバットマン見なくてもマイナス・スーサイド・スクワッド知らなくても楽しめる映画ですよし、ほんと面白かったです。本物のハーレークイーンが見れた。こんにちは、ゆりこたえがーです。今日はワールドプレイを見に行きました。やったー、かわいいりなちゃんもウェイ、嬉しいからちょっとイミテーションが来て、ちょっとハーレークイーンの続きの話をすごく楽しみしてます。え、ちょっと楽しみ。あの、なんかストーリーよりがちょっと一種とかファッションのことはね、気になるから楽しみです。ハーレークイーンの映画を見に来ました。明日アメリカ、まあ、あの世界中にあの見れるようになりましたが、ちょっと先に見させてもらって、DC アンバサーズとしてやっぱり見たいなって気持ちがあったんですけど、見てよかったって思いました。なぜというと、まあ、今は当たり前 DC アンバサーダーだからねって思ってる人がいるかもしれないんですけど、正直ね、正直あの前のスサイドスコッドとかあのジャスティスリーグとかは好みじゃなかったかもしれないですね。あの映画すごく良かったなんですけど、ストーリー的にはどうかなって思ったんですが、この新しいハーレークイーンの映画がもうマジで面白かったです。いろんな意味ですっごく面白かったです。なんか映画もあのすごくあの素敵だったし、ファイトシーンはものすごくめちゃめちゃ良かったんですよ。うわーってな感じ。今回のアクションがフーダのアメイコミとか、まあ DC が出てるキャラクターは大体男ですよね。だからパンチとかちょっと強い戦いが多いし、私は普通に見てるんですけど、今回女性がメインになるから、そのファイトの仕方が違うんですよ。で、違って、あとはちょっとリアルな感じしてたんですよね。なんか本当女性もできるのファイティングがなんかスタイリッシュだった。簡単に言うとオシャレ。この映画は男にボコボコするということです。マジで気持ちよかったんですよ。なんかセクハラされたの女の子とか、あのパワハラされたの女の子、いろんな大変なあのなんかシチュエーションで見て、でもこのシチュエーションはただファンタジーじゃなくてあるんですよ。リアル世界にものすごくあるから、造成に生まれて辛い、何回私も思ったことあるんですよ。ここに何が入れたいなってぐらい思ったことあるから、なんかその映画見て気持ちいいなって思ってます。あとはやっとかっこいい強くなるでも元気の女性がなんか中身が多いと思うんですよ、この世界は。私はもうそうだし、なんかあの強いだから怖いじゃなくて、強いだからこそいろんな元気で明るくていろんなリベンジ してくるの女の子っていうのメッセージとか、そういう映画見えたんですね。結構最近が自分のチャンネルにも出してるんだけど、文化の違いとか、まあ、あとはちょっと日本人だな、日本人の男性とか日本人の女性とかの比べると、なんかで見たんですけど、やっぱりこの映画がなんか最近が男から上着されたとか、最近別れたとかセクハラされたとか、結構いろいろちょっと女性大変な世界中にあるの方が見た方がいいと思います。なんか結構その意味でいろんなことが出てくるから、この映画はジョーカーから振られたハーレークイーンの映画スタートです。だから最近なんか恋愛に落ちたとかちょっと悲しいストーリーぐらいの女の子があったら、多分めちゃめちゃ気持ちいいんですよ。私も同じことやっちゃったとかめっちゃあるんですよ。何回もあるんですよ。だからなんかきっと女性もこの気持ちはものすごくわかると思います。スーサイドスクワッドが出た時にハーレークイーンのコスプレしてるの子がすごく多いし、ハーレークイーンが好きの子がすごく多かったんですけど、皆さんスーサイドスクワッドは見たことあるのかなって思ったんですよ。
なんてていうと、なかなか調整がそのアクション映画とか DC とかアメリカンコミックスが好きな子が少ない気がしますね。でもその時はワンって出てきて、いやーこのハーレクインは本当見てほしい。なぜというと、この映画が DC が知らなくても、バットマン見なくても、マーベル・スーサイド・スクワッド知らなくても楽しめる映画ですよし、本当面白かったです。だから例えばこの世代分からなくても女性がいたらぜひ見てほしいんですよ。それは全く関係なくて、もう楽しめる映画です。だからなるべくあの女性が絶対ウケると思う、この映画でも男性もこの映画を見てほしいんですよ、本当で。やっとスサイドスコットよりが本物のハーレークイーンが見れたと思います。なんかスサイドスコットの方は結構良かったし、私もあのコスプレとかやってたんですけど、なんだか男目線だったんじゃないかなって思ったんですが、このハーレークイーンがセクシーの一緒もあるんですけど、結構女性目線でなんかセクシーでもかっこいい、憧れるの世界観になります。で、あの一緒の話すると、今回7個ぐらいが出てくるんですよ。もう全部おしゃれで、いやーもうちょっと今年のハロウィンがどうしようかなって超迷ってます。マジでもう全部やりたいぐらいって思ってたんですよ、気持ちで。だからあの女の子もすっごく楽しめる、女の子もすっごく楽しめるということで、今日はハレクイの映画を見に来ました。ぜひ女性におすすめしたいなんですけど、まあおすすめめっちゃするんですが、実は男もおすすめする。特にド M とかのいる方が絶対楽しめると思ってます。ぜひまだ公開されてないなんですけど、公開、される時にぜひコメントをお待ちしております。あとはよかったらチャンネルを登録していいねしてもらってください。またよろしくお願いします。今年のハレクインのコスプレはどのバッジにしようかな、ぜひよかったらおすすめしてください。バイバーイ。